どうも、ピアニストの長嶋達也です。今日はイベントの報告をさせてもらおうと思います。8月14日の日曜日に僕の勤めている横浜のリシモア音楽院で、音楽院主催の僕の、ピアノ公開レッスンをすることになりました。この公開レッスンなんですけれども、今回はピアノ指導者限定ということで公開されることになっています。8月の14日二部制になっていまして、午前の部は朝の10時から12時まで。で、3人の生徒を教えるんですけれども、1人目がブルグミューラーのシュタイヤーの踊りを弾きます。で、2人目はブルグミューラーのタランテラ。そして、3人目が、ベートーベンのソナタ第20番ゲードワのソナタを弾きます。そして午後の部が13時から15時なんですけれども、1人目がショパンエチュードのオーパス25-1、それから2人目が、ショパンエチュードのオーパス10-10と予定されてるんですけれども、もしかしたらもう1人加わるかもしれないし、この2人だけになるか今ちょっとまだ、決めているとこみたいです。で、チケットの販売されているんですけれども、その情報とかは概要欄のリンクに載せておきますので、もし興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。ただ今やっぱりまだコロナがね、完璧に明けてない、コロナで結構また感染が広まっているっていうこともあるので、席の数をかなり限定しているみたいなので、ぜひ興味のある方は早めにチケットを取ってみてください。で、チケットなんですけれども、午前の部だけで買うこともできれば、午後の部だけで買うこともできるし、まとめて両方を買うこともできます。で、今回の公開レッスンなんですけれども、来ていただいた方の中でもし質問があったら、その場で受け答えも、質問の受け答えもしようかなと思っていますので、実は今回のこの公開レッスンはリシモアレッスンって言われる、リシモア音楽院で、催されるイベントの一部として計画されています。実はこの今回のリシモアレッスンにはもう一部ありまして、8月の6日にリシモア音楽院で教えている講師2人が公開リハーサルをすることになっています。バイオリンの丹沢博樹先生、そしてピアノの高橋めぐみ先生が、エルガーの愛の挨拶とベートーベンのバイオリンソナタの第5番の2楽章を練習を全くなしで、直接その場で会って一緒に練習しながらリハーサルをしていって、最後に演奏するっていう企画になっています。もし興味のある方はぜひ学校の方に連絡を取ってみてください。で、この公開リハーサルは8月6日の土曜日の17時半から18時半の1時間の間で計画されています。今日はこんな感じです。いつもご視聴ありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたら、いいねさえお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。